ツイステッドワンダーランド。はい、ということで、本日12月18日はイデアシュラウドバースデーでございますね。おめでとうございます。あ、なんかあれだね、最近よくバースデーでサーバーが落ちることが多かったから。でも今回落ちてないよね、多分。知らないんだけどさ。お、偉いぞ。毎日授業に出るのは学生の務めだからな。はい、トレイがログイン入ってきましたね。さあ、あ、こっからあれか、ボイスか。僕今日は忙しいんだよ。言いたいことがあるなら早めに済ませてもらっていい？去年どうなんだか全然覚えてないわ、ごめんな。ほほう、誕生日のお祝いとね。まあどうしてもって言うなら祝われてあげなくもないですけど。なんで無駄に上からなんだお前。君が拙者を喜ばせられるか見ものですな。期待せずに待ってますわ。なんでこいつこんな元気なんだ。出た、この謎にポニテで笑顔のイデアシュラウド。そっか、あれ変わってんだ、あの背景。いや、待っていたよ。今日はどこへ行くんだい？どこへでも私がお供しよう。あ、なんか知らなかった、ずっとバースで全然見てなかったからあれなんだけど、ガチャ画面になんかこんなマークついてたね、知らなかったな。で石が一応6400、10連が12、単発111と、結構止まってんな。まあ一応100連で確実に1枚は出るから、これがいわゆる実質無料ってやつだ。しかもあれで、ね、一応予定としてはこの後に工場のイデアシュラウド出てくるわけなんだけど、足りるかな、大丈夫かな。じゃあとりあえず10連の鍵、あ、でもこれあれか、100連全部回しても一応10連の鍵2個残るんだね。まあ、2個しか残らんんだけども、はい、よし、じゃあやっていこう。そうだよな、工場は絶対出るとは限んないからな。だから一応まあ出してはおきたい。あ、羽2枚ですね。さあどうだろうね、どれぐらいで出るんだろう。何時の魂の形を見せよ。まあ2色、羽2枚。前回のおめかしはね、実は10連一発目で出たりしてるんですよね。あ、意外なことに。まあこの辺は普通にレア、まあ香水ですね。もう全員香水か、もうすごいよね、全員香水って。お、あ、最低保証かなこれ。羽2枚で光2ってなんだってな、ちょっとなんか法則あるんじゃねと思って見つけたけど全然忘れてたね。あ、全然来ねえ。あ、今回ちょっとしょっぱいっすね。これ最低保証かな。あ、Sレア。赤、ハーツ誰だろう。ハーツはもう全員揃ってんだよな。あといないのは実験機じゃないや、式典服のラギーとルークがどっちもいない。うわ、最低保証じゃん。え、羽2枚で、羽2枚で光2個で最低保証って、もう意味わかんないよね。トレイだって2回ぐらい今被ってるってことでしょ。新規でもなんでもないのに。うわー、怖っ。まあね、グリムはいないと思っているから。出力数連れ去られちゃったしな、あいつで。闇の鏡がさ、なんかじゃあ嘆きの島まで連れて行きますよとか言わないのかな。だってどこにあるか分かんないんでしょ、無理じゃん。助けにでも行くんだろうけどね、俺らは。グリム助けにっつってどうやって行くんだろうな。え、待って、めっちゃ体育じゃん。あ、サバナだ、誰だろう。あ、ジャックだ。あ、ジャックも持ってる持ってる。あ、結構持ってんな、結構持ってる。え、待って、これ最低保証か。あ、最低保証っぽい。え、セベクか、レンちゃん。なんでそんな出てくる、別にいいんだけどさ。うわ、え、やばくない。20連してバースデーで今まで最低保証が2回続くことってなかなかなかったからさ。すっごい体育に見て、上の列全員体育に。そんなに俺に運動しろっつってんのかな。俺なんてもう生きてるだけで運動してるようなもんだからね。羽、うわ、羽1。え、ちょっと待って、ちょっと待って、これきっちいな。うわ、めっちゃ運動着じゃん。え、なんでこんな、めっちゃ運動着じゃん本当に。ビルさんの時もさ、ずーっとみんな運動着、運動着だ。またで出てこなかったんだよビルさん。これは出てくる、め運動着。え、こんなことある。お、ほら運動着や。え、運動着ガチャじゃんこれ。イデアなんて運動と遠いところにいるんだからさ、出てこないじゃんこんな。 Sレア、おポムだね。さあ、あ、エペルももう、え、貫突しちゃったんだけど。え、うっそ、運動着や。え、運動着、お前運動着出てくんなよ。お前が運動着出てきてどうすんだよ。最低保証の上にレアカードが全部運動着だ。うざ。
なんでこんな運動入り、え、そんなもんなのかなガチャって。え、でもさ、10枚中9枚全部運動入りなことある。そろそろもうじゃあエスレアも公正なる時期だね。うわぁ、ちょっと戻るわ。今のところ運動着のせいで絶対にもう100連以内に出てくるようなイメージないんだけど、もう絶対100連で100連目で出てくるじゃんこれ。来ないじゃんこれ。もうイデアの誕生日だーっつってみんなガチャ引きまくってるせいか、もう全然出てこないじゃん。は40連目か、40連目かも。羽にだったらまだなんか心強いよね、なんかね。何時の魂の形を見せよ。あの光に一番最初と一緒か。一番最初と一緒だなこれ。あ、もう運動着じゃないだけ逆にいいよ。うん、エスレア、スカラービア、カリムアルアジー。カリムの式典服ももうこんな溜まってんの。マジか。あ、なんか急になんか俺が運動着嫌だとか言ったら制服戻ったと思ったらマリウスが運動着着てきやがった。お前、え、なんかすっごい最低保証続くな。ちょっと待っ、あ、本日の主役登場。恥ずかしい、今の聞かなかったことにして。これ人生。うわっしゃあ。あ、よかった。よし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 、これは嬉しい。よし、これじゃあちょっと帽子聞こう。別に誕生日が嫌いなわけじゃないよ。はい、年に一度のイベントって響きはいいよね。響きはすげえ。ポニーテールしてるからなんか違うわ。あれだね、式典服の時といいさ、ゴスマリンの時といいやっぱちょっと変わるわ。こんな感じなんだ。なんでお前かそんな髪の毛のバリエーション多いの。なんでビルさんより髪の毛のそのバリエーションが多いの。はい、残りは、はい、ライディ口、おお、ジャミルでエース。なるほど、37連目か。37、いいな。スカラビアがエスレアで2人揃って出てくのめっちゃ面白いね。よっしゃ出たぞあった、ハッピーバースデー。あ、おめかしバースデーと一緒なんだタイトルは。そりゃそっか、ハッピーバースデーが言うことねえもんな。今回のそのなんだっけ、なんとかダイスってやつがレオナなんだよね。なんてところなんだ。はあ、とうとうインタビュー当日が来てしまった。帽子かぶってるやつの初ネタ思えねえなそれ。魔法のバースデーダイスに選ばれたプレゼンターが幸運を運んでくるとか、迷信もいいところ。あ、逃げたい。直接じゃなくてタブレットで参加できるようにしてほしいよ。何一人でごちゃごちゃ言ってんだ。なんで蹴り破って引くんのこいつは。めっちゃ切れてるじゃん顔。レオナ氏、どうしてここにって、あ、もしかして。てめえのプレゼンターは俺だ。なんか文句でもあんのか。いや、ありません。何これ。よりにもよってレオナ氏が拙者のプレゼンター。てか、ちゃんと来るの意外すぎなんだが。ああ、確かに。何一人でボソボソ言ってんだ。とっとと終わらせるぞ。これあれか、レオナがイデアに。早く終わらせたいのは同感。今日はよろしく。レオナがイデアに質問するってことやな。え、ちゃんと仕事するんだね。やるときやるんだね。ほらよ、プレゼントだ。受け取れ。プレゼント何？あ、ありがとう。セオリー通り。この場で開封させていただきます。うん、何入ってんだ。これはチェス盤とコマ、しかも全部木彫り。お高そう。キングのコマがライオンの形になって、爪とか牙の細かい部分もちゃんと彫り込まれてて、特にこの縦髪、今まさにサバンナをかけているかのようなこの毛のなびき具合、再現度高。何それ。へえ、見る目あるじゃねえか。あ、確かに。でもボードゲームで言ったらそこつながりあるよな。こいつは夕焼けの草原の工芸品だ。一つ一つ職人が手作業で仕上げてる。へえ、繊細さと力強さが共存している。美術品コレクターの間でも評判らしい。そんな工芸品あるんだ。なるほど、職人技が光る工芸品をプレゼントに選ぶとは
さすが王子様ですね。ところでこれって規定の予算で買えるもんなの？ああ。伝統工芸品とかの価値ってよく知らないけど。そんだけ出来のいいもんだったらね。さあ、実家から届いて以来ずっとしまい込んであったからな。1マドルもかかっちゃいねえよ。ただじゃねえかよお前。待って、お前はボードゲーム部だって話だし、有効活用してくれるだろ。すっごいもん届くな。学用品じゃないのにいらないだろそれ。ああ、そうね。まあ物は悪くないし別にいいけど。でもこれを部活の備品にするって正気か。確かに、どちらかといえばこじゃれたインテリアって感じ。まあ飾っといてもいいよみたいなやつ。自分用として普段使いするにもな。ああ、何か問題でもあるのかよ。拙者、自分が使う道具はこだわりを持って選んでまして、ああ、最も重要視しているのは実用性。手に馴染む作りになっているかどうかでモチベーションの差は歴然。ふーん。その点このチェス盤とコマは立派な細工のせいで持ちづらい。鑑賞用としてはいいんだろうけど。勝つときゃいいじゃん。チェスは頭でやるもんだろうが、道具がどんなもんだろうが関係ねえ。実力のなさを道具のせいにするのはいただけないぞ。はあ。拙者チェスのネット対戦ではかなりの好成績を収めてますけど。口だけなら何とでも言えるよな。ほほう。じゃあこのチェス盤で一戦やります。ほいずら書いても知りませんぞ。え？お手並み拝見といこうじゃねえか。そういう話なの？あれ？なんか質問とかすんじゃないの？チェス始めるぞこいつら。勝っても負けても恨みっこなし。いざ尋常に勝負ですぞ。え、勝負しちゃったんだけど。え？インタビューは？あ、なんか穏やかな BGM になってるから勝負終わったんだねこれ。どっちが勝ったの？思いのほか時間がかかっちまった。お、インタビューは紛れいくぞ。嘘だろ。そんなことある？なんでやったのじゃ。なんで？無人島に一人連れて行くなら誰を選びますか？もう。ただし同じ量の人は除くとのことだ。こいつだって他の寮に友達とかいんの？いなそうだけど。まあそう来るよね。オルトで済ませたかったけど。そもそも誰とって話以前になんで行く前提？無人島なんて行きたくないか。みんな思ってんだよ。思ってるけど家庭で話してんだからみんな。外に出る時点で論外だし、電気もネット環境もない。完全インド派の僕が生き残れるわけないだろう。それはみんな思ってる。仮に救助が来るとしても、ソシャゲの連続ログインが途切れたり、ガケモの配信を見逃したりとか。なんだこいつ。あ、もし留守の間に拙者のパソコンが外部からクラッキングされるようなことがあったらどうしよう。何言ってんだこいつは。いや、セキュリティは万全を期してますよ。でも万が一にも中を見られるようなことがあれば。いいから早く無人島に一緒に行きたいやつ言え。なんだこいつ。あんなデータやこんなデータが明るみに。いやー、なんだあんなデータこんなデータって。何やってんだお前、怖いよ。無理無理、そんなの耐えられない。どんな手段を使っても急ぎ脱出せねば。もうレオナの顔がさ。はあ、いつになく饒舌なことで。無人島脱出 RTA の攻略メンバーに適してるのは。お、誰の選ぶんだ。まずルーク氏。ほうほうほう。フィールドワーク全般が得意そう、うん、でも陽キャ代表格だし長時間一緒に過ごすのは勘弁。お、次にリリア氏。ほうほうほう。身体能力の高さと小回りの利く体格が強み。ああ確かに。想定外の行動で引っかき回されそうでもある。うん、それもそう。こういう脱出クエストって協力プレイ必須の場合がほとんどだけど。協力プレイするタイプ？お前いる？あの二人にあれしろこれしろって指示を出されても答えられる気がしないっすわ。ああ、今のなしで。え？なんだこれ、早く答え言えよ。3話しかないのよ。ま、厄介な二人だってことは同意する。やっぱそういうイメージなんだ。だよね。一緒にいられるかどうかって観点だと、うん、誰だ？アズール氏は、ああ、無人島から脱出させてほしいなんて頼んだら後から高くつきそうで怖い。せやな。
それに二人してヒットポイント切れでゲームオーバーになりそうだし、帰れなかったら意味ない。過酷な状況にある程度慣れてて、うん、適度なテンションと距離感が保てて、無茶ぶりしてこない人。誰？あ、ジャミル氏は割とありかも。あ、じゃあお前の中でやっぱジャミルはちょっと好感度あるんだ。スカラビアの副領長ね。へえ。うん。顔を見れば挨拶してくれるし、うざがらみしてくるわけじゃないから距離感的にはセーフかな。なるほどね。カリム氏の従者っていうからにはボディーガードも兼ねてるよね。ってことは体力もそこそこあるはず。まあ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 。それにアニメやゲームでよく見る従者ポジのキャラって基本的に高性能のオールラウンダーだし、うん、あくまで執事ですから。危機的状況でも冷静に対処できそう、脱出できる確率も高い、うん、と期待したいところ。なるほど。長々と語られてどうしたもんかと思ったが、結論が出たようでよかったぜ。うん。インタビューの回答としてはこんなもんで十分だ。うん。まあ一問しか答えてないけど。これ大丈夫？これ3話目なだ、え、大丈夫？これそもそも6章が終わってないから、なんかそんなキツキツで物は入んないんだろうなこれな。ちょっとなんか前回もそうだったわ。そういえば次の質問だ。あ、質問あった、よかった。もしイグニハイド寮以外の寮に入ることになったらどの寮を選びますか？イグニハイド寮以外で生き残れる気がしないんだけど、こいつなんでそんな僕向きじゃない質問ばっかなの。どう考えてもイグニハイド以外無理でしょ。みんなが思ってんだよ。まあでも回答するなら、大前提として陽キャの寮はお断り。ほとんどの寮がショーじゃないの。スカラビアは宴の頻度が高いらしいからパス。一番似合わないもんなお前。みんなで一緒に食事した上に歌って踊るとかきつすぎる。そう考えるとスカラビア寮生って全員元気だよね。ハーツラベルもポムフィオーレも絶対に無理。あ、無理そう。夜中のゲームも駄菓子も禁止されたらやってられない、うん、よくこの寮で、よかったねお前この寮で本当に。その点サバナクローって許そうだけど、肉体派揃いって設定がそも拙者に適性ゼロ。うんね、なさそうだもんね肉体。自覚があるようで何よりだ。オクタビネルはなし寄りのありではあるけど、あの物騒な双子とは距離を置きたいところ。おい、全部なしとか言うんじゃねえぞ。いや、まだ全部なしとは言ってないですし。え、だってもうあと残ってんのディアソムニアしかないじゃん。あの暗い雰囲気のディアソムニアならギリどうにか。でもギリなんだ、こんなギリなんだ。へえ、なるほど。お前もマレウス・ドラコニア信奉者の一員になるわけか。笑えるな。何それマレウス・ドラコニア信奉者って、初めて聞いたけど。ああ、そういうのはめんどくさい。強いから有名だからって同調圧力をかけられるのは勘弁ですわ。お前もうこの領域がいけないよどこにも。それについては同意見だ。多数派の意見を押し付けられるのは迷惑でしかない。まあみんな嫌いなやつだよなそれな。そう、推しは自分で選ぶから思いもよりたぎるというもの。ということで拙者は一生イグニハイド推し。なんだこいつ推し。まあいい、思いのほか時間も取られたし、これ以上話を長引かせる趣味はね。何、推しって何って顔してたな今。初めて聞いたけどみたいな。あ、悪い、あ、これだけか。インタビューは終わりだよね。お疲れレオナ氏、拙者は部屋に戻らせて。バカ言ってんじゃねえ、まだインタビュー後のお楽しみが残ってるだろ。どんな顔すんだろうな。でもレオナに全力投球で投げられて大丈夫、生き残ってんのかな、大丈夫かな、死なない。ごくり、ご、幸運のギフトってやつですか。すっげえなんかもう楽しみに待ってたって顔してるもんねレオナが。分かってんじゃねえか。うぐぐ、できれば遠慮したい。でも幸運のギフトなんて素敵だね。え、兄さんの感想楽しみにしてるよ。何これ、オルトの声真似した。こんな声出んの。へえ、オルトの声真似すると思わんかった、びっくりした今。オルトに言われてるんだよな。あ、そうなんだ。よし、どんと来いですぞ。オルトに言われたら元気になったこいつ。
覚悟が決まったようで何よりだ。それじゃこの俺が盛大に祝ってやろう。めっちゃ楽しんでんな。いいでや、誕生日おおめでとうさん。おめっちゃ怒って、おお割と近い距離にいる。あーなるほどなるほど、はいグッド。絶対グッドしか出ないもんな。本当に上がってんのかなってぐらい出ないよね。よし、ドクロのキャンディ103個もあんのかい。多すぎんだろ、なんでだよ。まあ1年に1回だけだし、たまにはこういうのもいっか。さあありがとう。あ、どうも。なんちゅう顔してんだお前。盛り上がってまいりました。全宇宙が僕を待っている。楽しそうだな。妄想落ちですね。はい、なんなんだこいつは。感情のジェットコースターだな。団体的っせ。ネオラ氏が悪いとか、明日は雨。祝いがいのあるやつだな、イレイ。あ、そこに座って。そんなおっかなびっくりでパイ投げなくてもいいね。やるか。すげえ顔して投げるじゃん、あいつ。なにこれ、ゲームに接続しづらい現象につい、あ、そんなあったんだ。え、0時から0時3分の間、うわ短。よし、このさ、なんかキャラクター変えるときにみんな真顔になるのやめてほしくない？変えづらくない？俺だけ？俺だけかな。お祝いの準備 OK。 あ、そうっすか。その愛って帽子なんなん？ルークの時も思ったけど、誕生日だから掃除洗濯何でもやるっすよってラギー氏が声かけてきたけど、何かけるんだろう、怖っ。プレゼントもらえるのはまあ嬉しいんだけど、直接だと反応に困る。なんで？全部部屋の前に置いといてほしい。その出前かみたいなさ、スタイル。血色良くなるってビル氏からもらったリップ、塗ったら唇プルプルに。これ何の成分入ってんだろう。ああ、じゃあリップとか塗るんだな。寮のみんなは最新の魔導工学書とかメカ解剖記録とかくれるんだ。おお、僕の好みを理解してくれてて助かる。何メカ解剖記録って何？絶対読まないもん。静かにして。ん、今二次元の推しからのお祝いボイスとイラスト鑑賞中だから。なあ、そう、お前が二次元なんだよ。お前が二次元の推しなんだよ。レオナ氏からもらったチェス盤とコマ、木彫りの細工が繊細すぎて普段使いできないのが難点ですな。うわ、あれだね、ストーリーで言ってたやつだ。はあ、あっちにもこっちにもクリームがついてる。君もチェックしてくれない？ああ、その距離からでよろ。いや、パーソナルスペース広そうだな、お前。他人の誕生日なんて祝って何が楽しいの？反応が悪かったらとか考えないからこその行動ってわけね。うん。はい、ということで、イデアのバースデーでした。おめでとうということで。2週目か。まあ、あの、思ったより被害少なくてよかったわ、ガチャとか。で、お前はやっぱイグニハイド寮生だなって感じするし、その帽子だけ本当に何。なんか今後この帽子、このシリーズをかぶってくるやつがいるのかな。なんか文化部全員がそうかなと思ったけど、トレイはかぶってないし、トレイはさすがにこれ見てダセーなと思ったからかぶんなかったのかな。はい、ということで次、あれですね、イデアの工場もしくは、6章中編ということで、多分今年中に来るのかな。まあ来るんだろうけど、来なくてもまあ来年、まあすぐだね、12月ももう師走も佳境でございます。はい、ということでおめでとう。終わり。